90機空対空誘導弾は日本が開発した短距離空対空ミサイル。開発名称は OM-3。開発量産主契約会社は三菱重工業。AIM-9L サイドワインダーの後継として開発され、より敏感な温度差の検知での目標の補足や追跡能力の向上、ミサイル本体の飛翔運動性の向上が図られている。 1974年頃から研究は開始されていたが、1986年から本格開発がなされ、1990年に正式承認され、航空自衛隊で正式採用されている。誘導方式はパッシブに波長効波ホーミング、新艦はアクティブレーザー近接新艦。全部にはミサイルの運動性を向上させる大きい切り欠きのカナードが装備され、 末端に安定翼がある。日本電機が開発したシーカーが用いられており、ノイズ除去回路と組み合わされることで、硬派妨害技術に対する抗換性が非常に高いと言われている。加えて、シーカーの首振り角度が大きく、そのため、ミサイル先端のドーム部がサイドアインダーより大きい。オフボアサイト能力も高く、ミサイルの制御には従来のホットガスを用いた、 ガスサーボ方式と違って反応が早くきめ細かな制御が可能なダイレクトドライブ式電動サーボアクチュエーターを採用している。またバンクトゥターン技術を導入しシーカーも首振り角も拡大して二色赤外線としたことで高い命中率を発揮している。近接新幹はシーカーと同様日本電気製でレーザーを用いた光学式である。弾頭には 効率的に大きな攻撃力を与えることが可能な指向性弾頭が採用されている。そのため、総合的な能力は AIM-QL を上回るとされる。OM-2 ではコストが最大の課題で採用されなかったことから、OM-3 では開発経費を削減する努力が行われた。しかし、価格は高くサイドワインダーの倍近い価格となっている。生産は 後継ミサイルであるレ04式空対空誘導弾にシフトされている。本ミサイルを改造したカメラポッドも製作されている。オムマイナス3改造カメラポッド、ありがとうございます。